よく晴れた天気になりました。 ZOZO マリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークスの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。まずはマリーンズの先発三馬が ZOZO マリンスタジアムのマウンドに上がります。さあ、ホークス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。まず何を投げてくるか。インサイド変化球決まっています。ファウルになります。3球目外れました。大きく枠を外してきます。インサイド落ちました。ショートの左抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁には先制のランナー、バッターボックスには栗原、そして一塁ランナーは俊足の周東。ここは牽制を入れて警戒しておきたいですよね。本当にそうですよね。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒しておきたかったですよね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。はい、そうですよね。まあバッテリーにとっては頭が痛いところですけどね。うん、そうですね。さあここをしのいでいけるか。さあ勝負してくるのか。インサイド落ちました。セカンドの左抜ける。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。ホークス1点を先制しました。1対0。序盤から先手を取られています。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。まあもう少し慎重に行きたかったですね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。3番バッター近藤。マリーンズこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負った場面。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね。ここで切っておきたいところ。ストライクです。ストライクを先行させていきます。追い込みました。この球は見送ります。さあ勝負してくるのか。切れていきます。ファウル。インサイド落ちました。よく取った。一塁送球アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。バッテリーとしてはここの攻め方は特に大事になってきますよね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、バッテリーとしては嫌な局面ですね。その警戒すべき山川が打席に入っています。まずはボールから入りました。
ここは三振を取りたいですよね。なるほど。さあどういうリードをしてくるのか。これが3球目。こういう場面ですから低め低めのリードになりますけど、こうなると裏を変えても面白いかもしれませんね。なるほど。このまま低めを続けるんでしょうか。打ちました。ヒットになった。サードランナーホームイン。ホークス1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、2対0になりました。マリーンズこれで2点ビハインドとなりました。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。立ち上がりを攻められています。5番バッター柳田。マリーンズ初回から相手打線に捕まっています。里崎さん、不安の残る立ち上がりとなっていますよね。まあそうですね、ここから修正が必要な内容となってますよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。ここはゴロを打たせたいですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。遅い球の後は速い球、緩急を使ってきます。打ちました。詰まりながらもセンターへ。ここは打ち上げています。センターが取りました。2アウトです。バッターボックスには6番中村。2アウトになっています。いきなり牽制、一塁はセーフ。最初は変化球できました。ストライクです。これが2球目。あそこに決めればそう簡単には打たれないですよね。アウトローの変化球、キレがあります。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。打ちました。ファウルになります。ボールになります。打ちました。これはどうか。センターへ抜ける。マリーンズピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。打順は7番今宮。マリーンズこの回2点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負います。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね。ここで切っておきたいところ。さあ2球目は何か。アウトコース外れます。打ちました。ボテボテ。ファーストが前に出る。取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回ホークス鮮やかな攻撃で先に点を取りました。2対0ホークス先制です。変わりまして、里崎さん、初回の攻撃特に大事な点はどのあたりでしょうか。まあ勝っていくためには1番バッターの出塁っていうのはね、やっぱり欠かせないですよね。そうですよね。ホークスマウンドに上がるのは先発の有原。さあマリーンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。これから1回の裏、ホークスに選手の交代がありました。
これから1回の裏、ホークスに選手の交代がありました。バッターは岡。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。ライト方向を流しました。ここはフライになっています。ライト掴んでワンアウト。バッターは2番に入っているウロンコ有原。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何から入ってくるか。初球ボール。いや、あれを打ちに行くのは難しいでしょうね。はい、変化球が決まっています。今の球には手を出しませんでした。ストライクです。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。ボールになります。高めのボール、打球はセンターへ。この打球はフライになっています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターボックスは3番藤原。ツーアウトになっています。引っ張った、取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいマリーンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1回終わりました。2対0ソフトバンクホークスがリードしています。2回になります。ホークスの攻撃、打席には8番バッター三森。マリーンズビハインドで迎える2回です。さあ里崎さん、立ち上がりを攻められて失点しましたが、まだ序盤ですからここからですよね。まあそうですね、ここからいかに修正していけるかがポイントになりますね。そうですね、まずは自分のペースに持っていきたいところです。次が2球目、ストライクになります。絶妙ですよね。アウトローの変化球、キレがあります。ワンボールツーストライクです。次が4球目、打ちました。これはショートライナー。バッターは9番に入っている甲斐。まずはワンアウトを取っています。初球ボール。2球目は何で来るか。落ちるボール、空振りになります。さあ3球目は何か。インコース決めてきた。ワンボールツーストライクです。打ちました。セカンドが取る。ツーアウトになりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、足のあるバッターですし、セーフティーバンドなんかも警戒しておきたいですよね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。打ちました。ツーセカンドの右抜ける。
これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。さあ1塁に追加点のランナーを許しています。バッターは栗原。そして塁上には俊足の周東。足のあるランナーがいるのでピッチャーはやりにくいでしょうね。ああやはりそうですか。このカウントはランナースタート。キャッチャー送球して走塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんでもう少し工夫してもらいたかったですね。痛いですよね。ここは得点圏に進めたくなかったですよね。やはり足のあるランナーは怖いですね。まあそうですよね。そういった